確かに考えられん話ではない。使用人が一番怪しい。物的証拠があるわけではありませんから、縛ってクローゼットに放り込むわけにもいきません。ですから銃を持った皆さんの常に目に届くところに置いてよく見張る必要があります。兄貴、マスターキーも回収した方がいい。あの密室も使用人たち以外には作れるわけがないんだ。使用人たちしか知らない構造や道具などできっとチェーンロックをどうにかできたに違いない。皆長く勤めてくれているものばかりだ。私には到底彼らが殺人を犯すとは思えんのだ。金蔵さんの寿命もわずかで、遺産問題で大きく揺れているそうですね。それに加え10トンの黄金がどこかに隠されているなんて話もあるそうじゃないですか。それらの分け前にありつけるなら人は罪を犯せるかもしれません。考えたくはないが、クソ親父のおかしなオカルト儀式って可能性もある。片翼の使用人たちは親父の手先で殺人の実行者かもな。親父はどうなんだ、まだ連絡は取れないのか。内線電話も通じないのだ。犯人に壊されたのかもしれない。それに親父殿は不機嫌になると電話の受話器を外していることがよくある。ノックをしてもその不機嫌な返事があるだけだった。連絡は取れんが、場の書斎はシェルターの動線だ。むしろ安全だから閉じこもってくれた方がいいだろう。いずれにせよ使用人たちを野放しにはできねえ。それでさっき秀吉兄さんとも相談したんだが、2階に2部屋に分かれて全員で籠城しようということになったんだ。なぜ2部屋なのかね。1部屋の方が心強いだろうな。さすがに1部屋に12人もの人間では窒息します。そして最も注意すべき人物だけを隔離したいという思惑もあります。使用人の頭である源氏さん、一番体格のいい豪太さん、若輩とはいえカノンさんも男性です。この3人を特にマークすべきだと思う。そこでこの3人を隔離し、俺と兄貴で監視する。2丁の銃、俺と兄貴ならとっさの時連携もできる。少しでもおかしな動きを見せたらズドンだ。わかった、そうしよう。だがルドルフ、彼らが犯人であると決まったわけではない。あまり高圧的にはなるな。兄貴に高圧的になるなか。そりゃ俺たちも吹けるわけだぜ。今上で秀吉さんに部屋分けをしてもらっています。隔離者たちをいとこ部屋に集め、他はその隣の部屋へ集めます。そうだ兄貴、ジェシカちゃんなんだが兄貴と一緒の部屋がいいと言って聞かない。ジェシカ。隔離のいとこ部屋が5人、隣の部屋7人の部屋割りでしたからね。ジェシカさんがいとこ部屋を希望するならちょうど半々になります。狼と羊のパズルで言うなら、今は使用人狼が3匹に、クラウスさん、ルドルフさんの羊が2匹、ジェシカさんを加えた方が確かにバランスがいいとは思います。一緒にいさせたらどうだ。俺たちが良い父良い叔父でいるために必要なリミッターの役かもしれねえぜ。そうだな、私も今は理性的なふりをしている。しかしいつ妻を失った悲しみを怒りに置き換えないとは限らん。
それがいいと思います。私も賛成です。同感だ。子供を失うのは俺とローザだけで十分だ。ルドルフ、さすがだな。探偵権限がないにもかかわらず、うまく場を支配しているぜ。冷静を欠いた男など、感情むき出しの犬と同じです。適切に扱えば、簡単にコントロール可能です。探偵権限も魔法と同じだな。できないことはやれないってわけだ。エリカにそれだけの力があったから認められていたというわけか。魔法とは決して怠惰で無力な人間に与えられるものではないのですね。そうだ。むしろ人知れぬ努力を隠せる奴こそが魔女と呼べるんだろうぜ。しかしエリカ、どうして2部屋に分けた？てっきり1部屋に全員を集めるとばかり思っていたぜ。探偵権限があればそうしました。これは自由捜査権を確保するための一手です。ああ、そういうことか。なるほど、やるな。それが2部屋に分かれて籠城するのとどう関係があるのでしょう。そこは奴が口車でうまいことやるのさ。見てな。ええ、そのためだけに2部屋に分けたのですから。
が何人いるかもわからんのや。しかしわしらにはこうして銃がある。もちろん撃ったこともあるで。ハワイ射撃センターとちゃうで。わしなもう時効だから白状するが、進駐軍のピストルをぶっぱらして担架を切ったこともあるんやで。当時の闇市は外国人ヤクザが牛耳っとってな。どうしてこんな事件が。明日船が来られればいいのですが。明日は難しいでしょうな。二晩の長丁場になりそうだ。とにかくこういう時はしっかり睡眠をとりましょう。この状況ですやすや眠れるほど僕の神経は太くないよ。ジョージ様、すみません、ちょっといとこ部屋へ行ってきます。ちょっとどうしても向こうの使用人の方たちに確認したいことがありまして。なんや、電話ではあかんのか。部屋番号をダイヤルするだけやで。ほら、お忘れですか。電話どうも犯人に壊されてるみたいですし。なんや、ひょっとして彼らの証言に何か矛盾でも気づいたっちゅうんか。簡単な確認ですが、ひょっとすると大きなほころびを出すかもしれません。ちょっと行ってきます。誰も部屋から出さないでください。隣の部屋とはいえ一人は不用心やで。誰かお供を連れてった方がええんとちゃうか。使用人たちも南條さんも完全には信用できません。秀吉さんはこの部屋の責任者。ジョージさんも秀吉さんをサポートできる優秀な男手です。誰も避けません。大丈夫です。探偵は襲われないって決まってますから。小一時間ほどで。いや、あまりうろちょろするのも不用心ですね。朝まで隣にいます。明るくなってから戻ってくる方がいいですよね。その通りや。気をつけてな。お隣の部屋に行くだけなのに。この部屋よろしくお願いします。誰も外へ出さないでください。この部屋を出るあらゆる理由がないよう、あらゆるものを運び込んだのですから。わかっとる。この部屋におるんは身を守るためだけやない。ひょっとしたらおるかもしれない犯人を見張る意味もあるのをよくわかっとる。グッドです。ではどうかよろしくお願いします。エリカちゃん、どこへ。表には誰も出ない約束だよ。ああ、エリカちゃんはちょいと特別な用事を思い出してな。隣へ行く。大丈夫、平気や。大丈夫、誰もおらんで。ここまでで結構です。あなたが部屋を出ると同時にシャノンさんが豹変して
ジョージさんを人質に取らないとも限りませんよ。今こうして彼らに背中を向けているのさえ少々不用心です。そう、せやな。じゃあ用心するんやで。後でわしにも話を聞かせてや。はい、それでは。バトラ、フルネームで呼ぶな。ここで登場人物全員の所在確認をさせてください。復唱要求です。無論これにも答える義務はねえぜ。その場合は私が見てない間に部屋を抜け出し、その人物が今後起こるだろう不思議な事件の実行者だと主張しきるだけです。不可能犯罪を見せたいなら、まずは所在確認に応じるべきです。いいだろう、一応は聞いてやるぜ。行ってみろ。いとこ部屋に対し隣の牢城部屋をこれより隣部屋と呼称します。よろしいですね。わかりやすい。了解した。それで今からする所在確認は生死を問いません。体の所在と考えてください。そしてもちろん現時点でのことです。では参ります。第一の番の犠牲者6人の所在は発見場所の通りである。夏日は自室、エヴァは貴賓室、キリエはクラウスの書斎、ローザとマリアは客間で、あんたは客室。まさかこの時点でもうこの程度のことも復唱拒否ですか。いいぜ、それを認める。続けます。隣部屋に所在するのは秀吉、ジョージ、シャノン、熊沢、南条である。認める。